はい、1月28日、今日木曜日なんですけど、事務所の引っ越しもそろそろ終盤に差し掛かってますね。ゴミの分別とか今終わって、こいつらをあと処分しちゃう感じですね。最後にカーテンを外してしまいます。今1月28日の夜の10時過ぎぐらいなんですけど、こんな感じですっきり、家具がなくなった感じです。まだちょっとホワイトボードとかあるんですけど、明日ちょっと業者がこれは買い取りに来るので、なんか家具なくなるとすごく声が響きますね。いや、本当に広々してて本当にいい事務所でした。今日はここで過ごす最後の夜なんで、少し寂しいです。ここから見る夜景も今日で最後。このエアコンは置いていきます。新幹線が通ってるんですよね。なんかミニチュアみたいで。なんか夜は銀河鉄道みたいでしたね。今日はここです。過ごす最後の夜なんで、ちょっと謎の醤油がありますけどね。ビールをここで、ビールっつっても発泡酒だけどね。ちょっと乾杯して今日は夜を飾ろうかなと思います。ベランダでちょっと寒いけど飲もうかな。じゃあ、この事務所とのお別れと新しい旅立ちに向けて乾杯。1年ぐらい入ってたからね。1年じゃねえな、2年ぐらい入ってたかな、冷蔵庫の中に。1年半ぐらいかな。そう、なんかあった時のために飲もうかなと思ってさ、取っといたんですよ。いやー、でも本当に寂しいですね。初めて会社設立して借りた事務所だったんで、かなり、やっぱり思い入れがあるというか、思い出があるというか、事務所ね、夏ぐらいにここ借りて、実質ね、一応家具とかいろいろ揃えるのに、家具とかね、海外から取り寄せたりとか、ちょっとこだわりのものをね、買っちゃったおかげで。本格的にスタートするのが、あとパソコンとかも買ったしね。だからそういう関係もあって、夏ぐらいに借りて、実際に業務がスタートしたのが1月ぐらいだったんですけどね。そう、会社やっぱりこう
フリーランスの時と違って会社をなんか事務所借りるとね、なんか会社をやってるっていう感じになって、すごくワクワクしましたね。まさかね、サラリーマンだった自分が、会社を始めるなんて夢にも思ってなかったんで、独立したいとは思ってましたけどね。あ、やっと俺の努力が報われたんだって感じで、すごく、なんていうかな、人生のこう、絶好調時期っていうかね、一番かどうか分かんないけど、最も楽しい瞬間の一つでしたね。僕の場合は子供も2人いて、まだまだね、結構若い時の子だからだいぶ手離れてきましたけど、まだまだやっぱりお金が必要なんで、稼がなきゃいけないし、父親としてね、やっていかなきゃいけないんで、新しい環境になってもバリバリやっていきたいんですね、今まで以上に。やらなきゃいけないっていうのもあるんですけど、やっぱりやりたいっていうのもあるので、今僕もう40過ぎたんで、これからの人生って折り返しに来てるわけですよ。で、なんていうかな、こうクリエイティブに仕事できるのって、大体50歳ぐらいまでだと思うんですよね。昔営業やってた時にいろいろ人生の先輩たちからいろいろ話をね聞いたりしましたけど、やっぱり50歳過ぎてしまうと、やっぱりなんていうかな、体力が落ちるとかそういうよりも、やっぱり何よりも気力が、新しいことにチャレンジする気力を持つのが、気力が湧いてこないというか、新しいことを覚えるのが難しくなるとかね、だから今のうちにいろいろやっとくといいよっていろいろ教わってきたん で、僕の年齢を考えると、あとバリバリ仕事やれるのはあと10年ぐらいだと思うんで、本当にね、一日一日大切にしないと、もう本当に後悔して死ぬことになるんで、それだけは絶対嫌だから、引き続き頑張っていきたいんですね。なんか今日でここの場所とお別れずっと、なんか寂しいな、やっぱり。でも借りてる部屋だしね、いつかはやっぱり出なきゃいけないんで、遅かれ早かれね、ずっと同じ場所にはいられないし、気持ち切り替えて、急にちょっとね寂しく なってきちゃいましたけど、いや本当に楽しかったですね、ここのでの2年半。今日は1月28日なんで、本当に真冬で寒いですけどね、ビールも冷たいけど、なんか清々しいですね、空気も冷たくて澄んでて。いやー、本当マジで頑張んないとな。この動画見てくれてる方も、仕事頑張りたいっていう方が多いと思うんで、切磋琢磨して一緒に頑張っていきましょうよ。さすがに真冬で外でビールは冷えるな。よし、今日は帰りますか。はい、じゃあ帰ります。明日鍵を引き渡します。ありがとう。おはようございます。今日1月29日の朝なんですけど、今日退去日なんで、掃除したりとか、あとここの右上のこれですね、電気外したりとか、そういった作業で、夕方鍵を引き渡しっていう感じです。
だいぶすっきりしてしまいましたね。はい、やっと一段落しました、左のこっちのホワイトボードとか椅子とか冷蔵庫とか、これは、2時間後ぐらいに業者が買い取りに来るんで、これがなくなればもうすっからかんですね。